今日は電球と電池の関係について知っておこう。電池は硬いね。じゃあ、今日はひまわりの種を植えて水をかけてやるとどうなるのか知っておこう。地面が濡れたね。じゃ、今日は大阪城公園駅から京橋駅までどのくらいかかるのか知っておこう。今日は金魚がなぜ赤いのか知っておこう。黒いね。じゃ、今日は磁石の性質について知っておこう。痛いね。じゃ、今日はフクロウが昼間じっとしていることを知っておこう。あ、じゃ、今日は一重まぶたの人の悩みについて知っておこう。私、蓄動症だろう。じゃ、今日は背の高い人と背の低い人が同じ時間歩いてどのくらいの距離の差が出るか知っておこう。走っちゃダメだよね。じゃ、今日は岡田慎吾くん4歳がゆで卵を剥くのがうまいかどうか知っておこう。
ただ。じゃあ。今日は匠商事に勤める四方明夫さん27歳が50メートル何秒で走れるのか知っておこう。9秒3だ。じゃあ。今日は重い荷物を上手に持つ方法を知っておこう。重すぎたね。じゃあ。今日は待ち遠しい時の時間がどれほど長く感じられるか知っておこう。じゃあ。今日は広辞苑でちんちんの項に何と書いてあるか知っておこう。今日は NTT のハローページの大阪市北部版に田中良一郎さんが何人載っているのか知っておこう。じゃあ。今日は時計の秒針が一周するのに何秒かかるのか知っておこう。58秒だ。じゃあ。今日は大阪城の石垣にはいくつの石が使われているのか知っておこう。1つ2つ3つ4つ5つ7つ8つ9つ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100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 
今日は愛し恋しさんのどっちが愛しさんか知っておこう。こいつじゃあ、今日は一円玉の直径が何センチメートルなのか知っておこう。27センチメートルだ。じゃあ、今日は赤ちゃんがどこから生まれてくるのか知っておこう。残念だね。じゃあ、今日は空がなぜ青いのか知っておこう。ごめんね。じゃあ、今日は人間がどういう状況の時ふんがと言ってしまうのか知っておこう。すいません、あのふんがって言ってもらえます？え、ふんがって言ってもらえます？ふんが、あ、何ですかこれ。こういう時だね。じゃあ、今日は八百屋に勤める竹前正義さん40歳が子供の頃なりたかった職業を知っておこう。そんなもん八百屋に配ってあるかな。じゃあ、今日は両手にグローブをはめるとどうするか知っておこう。お願いします。やっぱりカニか。じゃあ、今日はこの中に何人のヤマさんがいるのか知っておこう。ヤマさん7人だ。じゃあ、今日は読売テレビがどこにあるのか知っておこう。ここだ。じゃあ、